マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は右の遠藤、対するドラゴンズの先発は右の梅津、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の遠藤、マウンドに上がりました。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターはロドリゲス、背番号95。第9投げた、打ちました、キャッチャー落下点、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山本、山本背番号60。第9あっと引っ掛けた、打球は三遊間へ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番上林、上林背番号51。さあ、投球は5球目、投げた、打った、三遊間へのゴロ、曽根掴んだ、アウト。3アウトチェンジ。遠藤、今日は無難な立ち上がりです。ワンアウトランナーなしという場面で曽根、曽根背番号00。第9投げました、初球見送ってストライク。第2球打った、いい当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。曽根、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスには中村。第9投げました、ボール。第2球ボール。第3球を投げました、内角低め見送ってストライク。第4球を一塁ランナー引った、ストライクになった。キャッチャー二塁送球、間に合うか、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。リプレイをご覧ください。さあ、5球目低め、外れてボール。投げました、見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターは4番田村、田村背番号60。第9投げました、スプリットはボール。第2球ストライク。第3球は打ちました、セカンドがっちり取って一塁送球、アウト。3アウトチェンジ。さあ、リプレイです。得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者ビシエド。第4球を投げた、外れました、フォアボールです。遠藤、ストレートのフォアボールを与えます。右のバッターボックスは5番石垣。投球これから2球目、逆らわずに右へ、ライトの右、これはヒットになります。ボールが転がる、中継、石垣ツーベース、カープ先制のピンチを迎えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは加藤。投げた、打ちました、これは犠牲フライになるか、取りました。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。左バッターボックスは7番三好、背番号30。第4球を投げた、アウトコースいっぱい、見逃し三振。バッターは8番辻元、背番号29。次が7球目、投げた、打ちました、引っ掛けた、内野ゴロ、サードこれは守備範囲内、アウト。3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。遠藤、ノーアウト二塁三塁のピンチでしたが、なんとか切り抜けました。2回の表が終わって0対0です。ドラゴンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは宮。第5球投げた、空振り三振、バットアウト。バッターはトップに帰ってロドリゲス。第1打席はファールフライに倒れています。投げました、打った、引っ張った、抜いていった、
ロドリゲス一気に二塁へ、レフトからセカンドへ、ロドリゲスツーベースヒット、カープ先制のピンチを迎えます。右バッターボックスは2番山本、最初のバッター打った、左中間のフライ、センター下がった、ヒット、ボールが点々と転がっている、ドラゴンズ1点先制、1対0、中継、ショートから三塁送球、三塁タッチはセーフ、山本タイムリースリーベースヒット、カープなおもピンチが続きます。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは3番上林、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第4球を投げました、打ちました、打球はライト右へ、ライト下がった、ヒット、ドラゴンズさらに1点追加、2対0、中継、上林タイムリースリーベース、カープなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。さあワンアウトランナー三塁という場面でビシエド、第一打席はフォアボール、投げました、打った、ライト線犠牲フライになるか、掴みました、タッチアップからホームへ向かう、ホームイン、ドラゴンズさらに1点追加、3対0、先ほどのプレーです。右のバッターボックスは5番石垣、これが2度目のバッターボックス、投げました、打ちました、破った、打ったバッター一気に二塁へ向かう、石垣ツーベースヒットを放ちました。バッターは6番加藤、ベンド、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか、低めいっぱい見逃し三振、ギリギリのところに決まった。3回の表が終わって3対0、カープ先制点を奪われています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは三好、さあ8球目、打ちました、ハツキボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番辻本、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、打った、痛烈な当たり、レフトへ上がった、レフト交代、ワンバウンド、ヒット、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、二塁送球、辻本いいバッティングを見せました。バッターは9番宮、第5球投げた、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、レフトの見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ、5対0、ドラゴンズリードを5点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあリプレイです。打順は1番に帰ってロドリゲス、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。投げた、アウトコースをつけた、ライトの右、ライトバックしていった、落ちました、ヒット、バッターランナー1塁原発蹴って2塁へ、ロドリゲスツーベース。エンド降板、マウンドに上がったのは赤塚、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。ランナー1人を置いて迎えるバッターは山本、第9球投げた、打ちました、初球打ち、ハツキ取った、一塁送球、アウト、山本いい当たりでしたがセカンド正面、カープなおもピンチが続きます。先ほどタイムリーを放っている上林、投げた、アウトコース高め見送ってフォアボール。バッターは DH のビシエド、今日はフォアボールとライトへの犠牲フライ、2者連続のフォアボール、これで満塁です。今日2本のヒットを放っている石垣、打った、右中間へ上がった、ヒットになります。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、ドラゴンズこの回4点目、石垣タイムリーヒット、カープなおもピンチが続きます。ランナー2人を置いて打った、3塁ランナーホームに向かう、抜けた、中継、ドラゴンズリードを8点に広げます。8対0、加藤タイムリー、カープなおもピンチが続きます。ここで内角高め、空振り三振、三振に切って取りました。4回の表が終わって8対0、ドラゴンズリードを8点としています。カープこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは曽根、第9球投げた、決まった、ストライク、第2球ストレート見送ってストライク、バッター追い込まれました。
第3球は一つ外してボール。第4球は危ない球。次は5球目。投げました。打ちました。いい当たり。センターへのフライだ。三好掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。5回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは辻元。次が6、流し打ち、どうだ、破った。辻元二塁も狙う。中継、辻元ツーベースヒット。ランナー1人を置いて迎えるバッターは宮。第6球を投げました。打ちました。フラフラッと上がった。掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ここまで2安打のロドリゲス。第3球を打った。これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。入った入った。ホームラン、ツーランホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。ストライクを取りに行ったところをやられました。10対0、ドラゴンズリードを10点に広げます。チームメイトが迎えます。バッターは2番山本。これが4度目のバッターボックス。次が6球目。投げました。打ちました。中村ボールを取る。中村一塁踏んでアウト。山本いい当たりでしたがファースト正面。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番上林。第6球は打ちました。これは内野ゴロ。ファールボール。第7球を投げました。打ったいい当たりだ。抜けた。上林ナイスバッティングです。赤塚降板。ここでマウンドに上がったのはドネ。今日3番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました。初球を打ちました。センター前に出る。センターへ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって10対0、ドラゴンズリードを10点としています。ゲームは後半に入ります。トップバッターは石垣。今日は3安打猛打賞。初球を打った。ハツキ掴んだ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番加藤。今日4度目のバッターボックス。第2球投げた。打った。レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、レフト取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番三好。次が6球目。投げた。これは引っ掛けた。フラフラッと上がった。ファースト落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。トネ三者凡退、無得点に抑えています。6回の表が終わって10対0です。カープ追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で曽根投げた。ジャストミート。一塁線フェアだ。曽根二塁を狙う。中継、バッターランナー二塁でストップ。ソネツーベースヒットを放ちました。バッターは代打田中。第9投げた。低め直球は外れてボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。内角高め外れてボール。投げました。スプリット空振り。さあ5球目打った。抜けた。二塁ランナー三塁へ向かう。中継田中いいバッティング。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは辻元。今日はここまで3打数2安打。打ちました。これは内野へのフライダー。ピッチャー落下点に入りました。マウンドの右掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ4球目外側いっぱい見逃し三振。打順はトップに帰ってロドリゲス。今日は3安打猛打賞。打ちました。これはライトフライになった。取ってこれで3アウトチェンジ。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。カープ追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で曽根。今日はここまで3打数2安打。初球空振りから投げました。打ちました。センターフライ。飛距離は出ています。取りました。中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ドラゴンズこの回は2番からの好打順。先頭バッターは山本。今日はここまで4打数1安打。打った。ライト方向へ持っていきましたが、ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番上林。今日はここまで3打数2安打。さあ5球目打った。強い当たり、破ってった。
上林、ナイスバッティングです。バッターは指名打者ビシエド。第2球投げました、打ちました、三遊間の当たり破った。ビシエド、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。打った、痛烈な当たり、センター方向に持っていきましたが取りました。中継カープ、なおもピンチが続きます。バッターは6番加藤、これが5度目のバッターボックス。打ちました、抜けた、中継ドラゴンズ、1点入りました。11対3、加藤タイムリーヒット。カープ、なおもピンチが続きます。今日2三振の流し打ち、内田ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって11対3、ドラゴンズリードを8点としています。さあ、いよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは中島、今日初めてのバッターボックス。第9球投げた、初球から打ってった、内野ゴロ、中村取った、中村ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。戸根降板、右の内間、今日4人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか、先ほどからショートの守備に入っています。田中、第4球を投げた、153キロ直球、空振り三振。先ほどからセカンドの守備に入っています。樋口、第5球投げた、153キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。内間、いい投球を見せました。9回の表が終わって11対3です。カープ、何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で曽根、今日はここまで4打数2安打、完全に外れた、ボール投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク、投げました、引っ張った、ライト前のヒットになります。一塁ランナー一気に三塁へ、ハツキ三塁でストップ。ソネ、ナイスバッティングです。今日これで5打数3安打。第1球投げました、初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストレートはボール、アウトコース低め。第4球をランナースタートを切った、これはストライク、ボールを二塁セーフ、ランナーが2、カープ大差で敗れました。ご覧のように本日の試合は中日ドラゴンズが勝ちました。勝ち投手梅津、負け投手遠藤でございます。さて、本日のヒーローは上林、本当に今日は大活躍でした。